3月22日時は早稲田タウンフェスタ広場でバサジーオイタ2014シーズンファン感謝デーが行われました。まずは細田キャプテンの挨拶。サポーターの皆さんに今シーズンの感謝の言葉を述べました。発表、バサジーオイタ選手の素顔。続いて選手によるトークショー。檜山選手は一体何に似合っているでしょうか。どうぞ。はい、正解です。ちなみに馬場選手の選手になってなかったらどんな選手についてるか、どんな職業についてましたか。よし、よし。その選手はなんか多分皆さん試合見てると分かると思うんですけど、はい、いつも試合に入るときにケンケンしますね。ケンケンしますね。おっと、細田選手、青柳選手からいたずらされています。ピンチに入るときに後ろから押したらどうなるのかというのを検証させていただきましたけど、一度やってみたらこけると。安松選手にリフティング披露していただきましょう。安松選手のリフティング披露、お見事。あらら、次に押し相撲大会、ファンの方と選手が対決します。そう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 、ルールが違いますよ。いいね、いいよ。そして叩いてかぶってじゃんけん対決。田村選手見事にやられています。じゃんけんぽい。北島選手本気の表情。いい試合ですよ。じゃんけんぽい。その他にも普段見ることのできない選手の特技なども披露されました。1万、2万、3万、4万、5万、6万。よしよし、いいよいいよいいよ。イエーイ、大きな拍手。最後に抽選会、そしてサイン会が行われましたよ。現在のバサジーメンバーによる最後の交流の日となりました。サポーターの皆さん、今シーズンの応援本当にありがとうございました。来シーズンもまたバサジー大分をよろしくお願いします。